こんにちは。ミカドルクスだぜ。忘れてへんねや。の、タルクアチです。こんにちは。こんにちは。今日カメラマンアゴさんです。こんにちは。今日は、待ちに待った。待ちに待った。台湾資格は。おお。赤目。おお。へえ、レッドアイなの。赤目赤目。おお。めちゃくちゃ綺麗。でそれはねまだ親も生きてるんやけど、うん、とりあえずこれ産卵セット、ほうほうほう、割り出しですね。これの割り出しです。はい。もう3250で多分十分かなと思って。十分でしょう。で、あの産卵木もちょっと入れて、俺鹿とかわからへんから、なんかいろいろやったら幼虫がちょっと見えてきたからもう優勝間違いないんやけど。優勝やね。うん。これをとりあえずちょっとね割っていこうかな。おお。もう一瞬やからね。いくよ。はい。一瞬目で。あれ。これ火出せるんかな。入れたんやから出せるわな。あ。それ禁止ですか。違う。マット。これはマットは産卵一番。で。うん。この中に、あ、幼虫おった。いや、もう、裏でゴロンゴロンしてますよ。してるでしょ、うん、してるしてる。あ、ちょっとこれ、後で回収するとして。うん、これ、産卵木が出てけへんの。あ、木が入ってんの。そうそう。ちっちゃい木を入れてるから、これね。あ、それね。これはね、クワガタプラネットで買うた。クワガタプラネットって何やの。知らん、愛知県の。あ、愛知県民やから。クワカブプラネットでしょ。クワカブプラネット、そう、俺よう間違えねえ。間違ったらあかんて。クワガタって言うた、今。クワガタ、クワカブプラネットさんね。そうそう。で、こうた、この箸材みたいな。へぇ。安い。もうこんなんでええやろ、みたいな。うん、これと、あれだよね。サンライチもほら。へぇ。幼虫おるから。めっちゃおるやん。これ、オスやな。大きいやん、だって。ほら。結構大きいね。ね、大きい。うん、ちょっと潰すとあれやから、リンゴップ出そうか。ああ、もうほらすごいな。すごい。台湾四角は、台湾四角、これ材に産むのかなと思って入れて。四角はなんかやっぱ、あ、おった、材のイメージね、ある。材に産むんだね、やっぱね。後から先行したっていうパターンもあるかもしれんけど、でもまあまあ大きいんちゃいます。うん、さっきのやつ小さいか。でもさっきの大きかったね。うん、これ大きいね。もう、まあでも食感あるな。ああ、でもやっぱだいぶ柔らかくしてあんねやな。そう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 、もうちょっと水分多めでやったから。これな、どんぐらいなんですか、このセットしてから時間的には。これ、ね、7月15日。ああ、3ヶ月。3ヶ月以下ぐらいやね。ね、うん。あれ、意外におらん。おった。柔らかい。結構大きいですもんね、これ。1ヶ月ぐらいはもう丸々、飯食ってる感じですよね。そうだね。四角あの幼虫、どうなんだろう、これ、オスかな、オスだよね、これね。オスっぽいですよね、こんだけ。オスの修例っぽいけど。これをとりあえず、もうおらんかな。材は2本入れたんですか。2本入れた。あ、あぶね。今の割り方はダメだね。ゴリッと。ってやばかったね、今ね。逆になんかマットに産まないイメージありますか、ね、なのかな、やっぱ。もう僕もほとんどやったことないんでわかんないけど。四角はなんてやったことないから。ね、もう四角は詳しい人、本当教えてください、ね。そう。知りたいぐらい。ねえ。うん。ちょっと、あれかな、水分が多いのかな、これ。結構柔らかいですね。結構多いね。他は産んでないな。あれ、食根が大事にしようかな。
2本目うん2本目でももうこんなちっちゃいからねでもかじったなんかあるような形跡はある、うん、食感はあるねがもっと大きい方が良かったのかなどうなんですかねでもまあそんなワンサが取れても困るから調整せんとねやっぱりねおっとっとこれ2例だな4頭いい感じちゃいますこれもうちょい欲しいですよねもうちょい欲しい、ね、10ぐらい欲しい10ぐらいおったらね、L 台はできるか、うん、うん、台湾しか赤目やからねねえ、珍しいですよねそう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 おっとつぞおこれで5やね5と見っちゃいけるな財ですね、でもやっぱり財におるねうんあ水分的にどうなんだろうなこれまあでもこんだけ育ってたらええんちゃいますねうんその卵が腐ったりもせずそうそうそうあとは待ったやけどいや腐ったんは今の材でなんか70とかあったら辛いけどねえそうだねよっぽどそんなことないでしょこれは産卵一枚ねんけど、うん、先下の方に1頭おったんやなあおった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 でしょうんマットあの瓶のそこにおったあ、おっとっとっと、ね、おっとっとええ感じちゃいますなんか10頭に近づいてたよ ねでもやっぱ5億って言った方がいいのかな言った方がいいんちゃうみもりくんもあの5億って言うまでのなんかあのためみたいな下りが長いからね毎回フレッシュな気持ちでやってるんだなと思ってね、素晴らしいね素晴らしいねおっと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 お7っすか7とおったねうんいや、類大すね、する分にはまあ大も5以上5ぐらいいてたらそうだねね、オスメス分かれるんでうんうんうん7匹おるなあでもこんなもんかこれもう3200の瓶に、うん、その材を2本小さいの入れてそうそうでそれを産卵一番で固めたそう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 ところにメスを入れたってことですよねだけのセットやねうーんあでもこんなもんやわ7匹やうん、まあでもまあまあええんちゃいますね7匹取れたな、うん、意外になんか今年あの国産ミヤマも幼虫取れたしねえなんか俺結構上手なんちゃう言います自分でなんかもうこの前撮った動画ではなんかあれやったけど、まあ、言われへんけども7ではちょっとまあ上手はそうか、ね、上手ではそういうことねないでしょうまあ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 でもまあまあねまあ取れんことはなかったと、ね、ちょうどいいちょうどいいというかええ感じちゃうこれうんだから台湾鹿の赤目ってあんま聞かないですからね、うん、そうでしょうん俺ね、目の色が違うやつ結構好きね。ね、好きやね。ピンクやったりね。パラワンの、うん、赤目のペアこうなんやけど、うん、オスが落ちてしもって。パラワンとかやるんすか？いや、だけどやりたいけど、やっぱり下手なんやね、この温管理温度すら。ああ、ちょっと低いっすからね、パラワン。あ、やっぱそう。うん、20ぐらいかな。ああ、そう。パラワンちょっと低いっすよ。俺そういうのが全く知らんのに。もう目の色変えて買ってしまうそれもほんまやほんまや目の色変えておうてんピンクアイの何やったっけあのこの間前に動画で出てたスペキオソスむっちゃあれは綺麗でしょあのピンクやばいっすねやばいでしょあのなねずこちゃんみたいな目そうそうね目してますもんねやばいでしょやばいあれはやばいだけどもっとやばいの動かしてると知ってる知ってないっすね知らんでしょはいそれちょっとねあのこれ
のこの動画の番外編でちょっと見せるわ。番外編なんですか。すぐそこにおるから。つながりあるんですか。いや、なんもない。ないんかい。ない一個もない。ないんかい。ない。もう会話のつながりでね。そう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 。そういうことですね。ピンク愛つながりで。へえ。ね、見せるし。これとりあえず四角クワガタ7頭か。これも親のオスもメスも今健在なんですか。メスは落ちたかな。ああ、ほんなんもうあれですね。うん、これを。オスは生きてるけど、これまあこんなもんしか取れへんかったけど、まあ一応取れたと。3200ボトルでね。そう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 。うん、あのね、これ。なんすか。これすごいピンクで。何がピンクなんすか。まあ俺がなんでピンクが好きかは内緒だけど。あ、言わないですか。うん、これ、うん、もう内緒にしとこうかなと思って。うん、まあまあ聞かないですけど。これ。何それ。このピンクは見て。わ、すごっ。ピンクでしょ。いや、ピンクピンク。すごいじゃん。すごい。これ。薄いピンクですね。そう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 。桜色みたいな。そう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 。へえ。ラフェルト。ラフェルト。エリトラも綺麗でしょ。綺麗。今オスがサナギやから、うん、これもうすぐオス上がってくるけど。オスピンクやったら熱いっすね。やばいでしょ。これがびっくりしたね。これノコギリなんか。綺麗でしょ。うん。ノコギリとかあんま買わへんけど。わかるんかな。伝わりそう？いや、さっきね、うん、多分伝わってるとは思うんすけど。うん、あの薄いピンクね。そう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 、ほんまにあの桜色と。これほんまにピンクで羽化するんかなと思ったらドピンクやったね、これね。ドピンクってこれ。あ、それもピンクアイケットみたいな。そう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 。あ、そうなんや、うん、あ、ほんならもうオスもピンクやね。そう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 。へえ。だから確定やねんけど。はあ、こんな感じでちょっとね、目の色が違うのが好きやからっていうコーナーでした。まあ一応撮れたんで。そうやね。これはまあ幼虫飼育して遊んでみようかなと。でラフェルトのピンクアイもね浮かしてきたんで、この辺もちょっと遊んでみよう。綺麗ですね。うん、とりあえず今回は台湾鹿。台湾鹿でしたね。7頭ですか。うん、歯医者みたいな名前やけど。でずっと俺言ってるんやけど、も誰もヒットせんっていうね、うん、いや僕も今言葉出んかったですね。ね、ね、ね、そうでしょ、うん、まあ歯医者さんちゃうよっていうね。そういうこと、うん、今日はじゃあなんでブルーになってんの。最後もやっぱりあれやね。そうそうや、ね、ある程度上げてやる。なんとか Z みたいなやつなんで、なんとかって言ったらあかんけど、そうね、そうね、うん、そうそう、尻つぼみはダメですから、ね、あかんね、うん、だから動画のこともちょっとずつ考えながら。じゃあまあええけどな、ちょっとあんだけこんだけ適当にやってんねんから。そうでしょ、うん、もうほんまに、うん、まあとりあえずこの後もう一杯飲んで。そうですね、うん、で早く寝よう今日は。わかりました。まあ理由は動画、他の動画で。あ、わかりました。わかると思うんで、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。